お世話になっております。 WGSL でございます。今夜の動画は皆さんから頂戴しております貴重な貴重な貴重なありがたいお言葉、うん、あコメントを皆さんととも、はい、皆さんにねご紹介するとともに私と、はい、奥田クライアントの松です。はい、奥田クライアントの弁護士マサです。よろしくお願いします。はい、というので3人でね、はい、トークしていきたいなと思いますので、いいね押していただいた後に最後までご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。ということで早速1個目、はい、お願いします。本当いつもいつももう毎日1年以上、もう2年近くなるんじゃないかなという愛知亮さんからのコメントですね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。コンサルの中身が聞けるとは、これ何の会話したの。中身、多分これマスさんと先生が、はい、私ですね、はい、なんか僕空振りについて語ってたときに、はい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 、ということでコンサルの中身が聞けるとは、はい、空振りで無意識は簡単なのに意識したらこんなに難しいとは、あそうです、しかし空振りいいですよと奥田さんに言われても本能的には大丈夫かなと錯覚に陥ってしまいそうですというコメントです。ありがとうございます。ありがとうございます。あと次もう一個、これ同じ動画に対してね、はい、YHH さんですね、うん、本当いつもありがとうございます。 YHH さんももう1年以上経ってると思うので、WGSL の皆様おはようございます、神からの天の声大変貴重でした。ありがとうございます。ボールを打ちに行かず空振りする難易度高そうですね。チャンク空振り OK と言える WGSL 最高です。意識していきます。本日もありがとうございましたということなんですけど、まあ、他にもね同じようなコメントをたくさん、はい、コウスケさんとか青月さんとか、うん、コウスケ久米さんとか、あとホワイトジオスさんとか、うん、もう一個これなんてアカウントやったんやろ、ちょっとユーザー NF1DH8RB5I さんですね、すいません、ちょっとここ表示されてないんで申し訳ないですよ、はい、その方だけ呼んでおきましょうか。多分初めてかもしれない、はい、こんばんは。いつも楽しく勉強しつつ拝聴させていただいております。神の言葉はいろいろな意味で心に刺さりましたっていうコメントいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。毎日してください。ありがとうございますっていうことなんですけど、はい、これこの時の話はコンサルで僕が、はい、空振りマサさんに先生に、はい、最後の2球だけ打たせて、その時に空振りしても OK ですよって言った時の話、空振りしたら最高ですか、最高ですよ、はい、打った時のやつで、ね、はい、こうなんかいろいろ来てるんですけど、これねどう言ったらいいかな、なんか空振りシャンクを OK と言える WGSL っていうか結果的に空振りになるってなった、はいはいはい、わざとしろって言ってるわけじゃないですよ、そうですね、なるほど、はい、わざとじゃない、結果的にあのプレーン、はい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 、を意識したらそうなるでしょっていう、意識しまくればね、はい、っていうことの意味を踏まえて僕は空振りでも OK です、あ最高ですよ、はい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 、チョップする方結構多いですね、だからあなるほど、はあはあはあ、ダブル方の方が少ないですよ、なるほどなるほど、っていうことですよ。あれ言われた時やっぱ2人とも嫌なんですか。いや嫌ではないですけど、今はもう大丈夫、最初はどうしていいのかなっていうのがやっぱりね、はい、はい、あと僕よく言うのあれですもんね、ロロの時とか言うかな、はい、マスさんとかにも別に言ったかな、ダフってください、あーあー言われますね、マジで、あれもそうですね、先生でも言ったと思う、はいはい、ここダフってください。ダフってください。うん、はい、でダフれない、ね。ダフれない。マジでダフれない。本当にそうですよね。そう、あれマジでみんなダフれない。はい、はいはいはい、はい、うん、みんなダフろうと思ってないのにダフってるでしょ。そう、それはいっぱい。それはいっぱい。それはいっぱいいるじゃないですか。でもダフってここに対してダフってくださいねって言って最初ダフれない。はいはい、でも分かってくると、うん、ダフってるつもりやのに。はい、クリーンに入っていく、そうなんですよね、不思議、あそこが、はい、ロロみたいに特にアクションを意識してると余計にね、だからあそこを1個分かるだけでゴルフスイングってめっちゃ変わるじゃん、はい、めちゃめちゃ変わりますね、うんうんうん、ああいうのってなんでみんなアプローチから作らへんやろ、ああ、はいはいはい、はい、それは分かりやすいから、で僕のアプローチって見たことある方とか、うんうん、ブロ特典のやつとかそうね、はい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 、6月30日の整体、はい、だったかな、あれ整体、うんうん、レッスンでしたね、整体ですね、はい、前書きで僕のアプローチ動画、うん、はい、芝の上で入ってるやつ、はいはい、企画外にむちゃくちゃうまいと思うんですけど、はい、あんなに僕芝の上からもう何年打ってないんですよ、はいはいはい、あの時書いたけど6年ですよ、6年ぶりの芝芝であれですよ
ショーみたいな絶対ないですもんね。ないっすね。だって後ろから見てんのとか、うーん、後ろからボールの後ろから見たん一球、はいはい、で素振りしたん一回だけだよ。ベタベタじゃないか。確かに。と、うんうん、いうことはあれってね、ダフれたら簡単なの。そういうこと。やっぱあれ全部ダフリーって。みんなダフリーってますわ。そういうことですね。はい、多分何分か忘れたけど、多分一回素振りしてるやつがあるんですよね。はあ、はあはあ、カメラにめっちゃ近いところにボール3球が。はい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 。一回一球目打つ前に一回軽くちょっとセットアップシャンを外して、一、はあはあ、回素振りしてるやつあるんですよ。はあ、あれダフリに行ってると分かりません。ああ、確かに。そこをもう一回見直さなダメです。もう一回見直注目のやつ。注目ですよね。ダフリに行ってる。あーはーはー。って感じで空振りもアクションさえ意識していれば、うん、空振りしても OK。チャンクもあのアクションを意識すれば、はい、意識すれば確かに。それはこう出ていくから、はい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 、はい、ね。ミスればサンクするやつ、うんうんうん、でもそれってイコール最初はその一歩が大事ですよね。そっかそっかそっか、そアクションを極端に変える、はい、そうですね、確かに。っていうところ、これ声響いてないか、大丈夫か。そうなんですか、ね、どうなんだ、すいません、ここ声響いたら皆さんすいませんってことで、なんか二人喋りたいことありますか。今ので言うたらですけど、はい、やっぱあの前ちょっと松さんとも話させてもらいましたけど、はい、ケンさん、ケンさん、はい、ケンさんってそういうところを、なんですか、このシャンク出ても気にしない、うん、で、あの、なんですか、やっぱり自分のスイングの方に向き合ってるから気にしないじゃないですか、はいはい、あれすごいな、あれ本当に思うすごいな、本当素直さがすごいっていう感じで、ね、そうですね、僕だってケンさん教えてる時あれですからね、あの幼児を教えてる感じ素直、素直な、素直な、はい、言ったことをその何にも頭の中が空っぽな方に何かの情報を与えてるなるほど、っていう目キラキラしながら確かに確かに、目キラキラしますよね、ケンさんね、はい、多分ケンさん嬉しいんですよね、だって僕に普段教えてもらえないじゃないそうですよね、まあまあそっか、ここだけでちょっとだけワンポイント言われるぐらい、はいはい、やってみて、はい、あーなるほどなるほど、多分楽しいと思うんです、はい、それが見事 M なんですねそれも、はい、いじめられたいと思うきついことをいろいろ、きついことを言われたいと思って、うん、きついことをやらされたいと思って、うん、はい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 、でそれが上達するって分かってると思う、うん、うん、確かに確かに確かに、ということでね、多分毎日コメントいただけてる方、うん、はい、うん、誰 YHH さん、青月さん、コウスケさん、ファイアーエクスプレスさん、あと誰や、久米コウスケさんとホワイトジオさん、はい、アイスリョウさん、アイスリョウさん、彦左衛門さん、最近、最近もね、彦左衛門さんも最近も毎日、はい、あの方は僕、俺ですもん、インスタで DM もいただきました。あ、そうなんですね。あのご丁寧にあの自己紹介兼ねての DM、 僕 DM 全く見ないんですけど、あ、言うとくね、あの DM いただくんですけど、はい、結構、はい、インスタグラムの、うんうん、僕インスタグラムの DM ほぼ開かないんです。インスタグラムほぼ開かないんですあのチェックはしますけど、うんうんうん、一周早くて1週間に1回だ、あーはーはー、あのハッシュタグつけて投稿していただけてる方の、はいはい、2週間に1回ぐらいのペースが多いから、インスタに僕ね心が向いてない。心なるほど。インスタグラムってなんかあれなんですよね、なんか合わないんですよね。なんかフィールドが合わない、フィールドが合わない。なんか DM いただいてる方過去にいるかもしれないんですけど、はい、見てないんでそのままあれ消えるじゃないですか。はい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 、承認しないと、ね、承認しないと消えるんですよ。だから消えてる方もしいらっしゃったら単純に僕見てないだけだと思うすいませんはい、ということで、今夜の動画は何かしらの動画を見ていただきながら、はい、皆さんからねコメントいただいてるのをご紹介するとともに、なぜ空振りが OK なのか、うん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 、でなぜダフらなダメなのか、はい、まあ、ダフれって言ってほんまにダフってる人はやばいけど、はいはい、わかりますざっくりのダフりとは違うんで、ね、うん、はい、はい、そこら辺はちょっと知識入れていただいて、はい、それ無料のブログあたりでも結構何回か目にしましたよ。ですよね、はい、何回か書いてますよね、はい、最近書いてないな、また書こうかな、この動画の時書こうかな、はい、じゃあちょっとグレードアップしたブログであれねほんまね、なんか先生もブログ変わりましたね最近っておっしゃっていただけて嬉しいんですけど、はい、僕も本気で書いてるんで、はい、まあまあ大変なあんだけ書かれたそうですよ。俺ももうお前結構こも 入ってますよ。あの松さんがさっきおっしゃってましたけど、はい、昔のブロマガぐらいの記事ぐらいのノリっすよね。昔の FC2 の時ぐらいの、はい、だって FC2 の最初もブログに書いてたことをそのまま有料記事にしてるから、なるほどなるほど、
るほど、本当に無料で出してたんで、有料級のやつ、はいはい、それを今結構ブログでは出してる感じが、まず一歩は、上達する第一歩は YouTube 動画だけで終わらせないこと。いや、もったいないですね。ブログも無料なんです。確かに、はい、そこを見るのにはまた時間というコストはかかりますけども、うん、でも無料で得れる知識は半端じゃないと思います。確かにすごいですね。だってゴルフ界であんな知識得れないですよ。いや本当にそうですね、はい、前日の動画の答え合わせがそこでされてるというふうに思ったらすごい価値ですよね、はい、これ答え合わせとか着眼点増えますもんね。そう、ここ見るんよみたいな。そうですね、はい、多分昔マッさんが言ってたけど、僕線アホみたいに出るじゃん。そうそうそう、マッさんしか話したことないけど、はい、僕がガチでスイングを分析してる時の線って、はいはい、やばいっす。あんな火じゃないですよね。あんなもう一本引いたくらいわけわかんない、何この線って。ほんとすごいと思うですよね。ちょっと、はい、今せっかくやから見ます。あ、あるんですか。はい、ちょっと待ってくださいよ。貴重な貴重な、ブログでも十分いろんな線が。いやいやいや、あんなんもう、あんなん何も序の口ですか。入れてないんだって。かっこいい。あれ入れてないんですね。あれはでもマジで入れてないのと一緒です。あ、まあまあまあ、あとガチなやつなんですね、はい、ちょっと軽いのでいいですか。軽いです、はい、見ていいですか。本当の軽いやつ、はい、またこっからどんどん増やすけど、さらにあの序盤の線引いただけないです。、はい、序盤でこれですか。序盤でこれですか。すごい、マジでやばい。序盤であれです。いや、だから多分そういう風に人を見れるから関節、あれ関節に引いていってるんですか。あ、関節です。あ、関節です。うーん、関節です。で、あっこからこの一本一本の引いて、あー、マジですこの一本一本ですか。じゃないと僕あそこの、あ、そうかそうかそうか、絶対出てこないですね。出てこないじゃないですか。うーん、すげえ。ガチの時はね、ガチの時はクライアントレーナーにやってるってことです。それだけ見てる、それだけ見てる、はい、それだけ見てる。すげえ。それは僕のコンサル料が高いですよ。まあそうなんですね。そういう話ですね、はい、そういう話です。ここまで行くから、その一部がブログで見れてるってことですもんね。まあそうです、本当の一部。あの、だから今さっきの見たら分かりますよね。はいはいはい、丸とか線形とかブログじゃ、はいはい、それは無料で見れる範囲の線しか入れてないよね。なるほど。でもすごい、でも、うん、でもね、そうです、価値だと思います。それこそケンさんの、ケンさんの線の入り方とかはもう面白い、面白いですね。ケンさんのは特に力入れて書いてますね。なんでかというと、ケンさんのやつに参考になるっていうコメントが結構あるんですよ、ドリルとかに。なるほど。いやいやいや、エラーだらけやで、ケンさんっていう。ここを気づいてほしいっていうところが、気づいてほしいし、マネは信じといて、ミスリード的なところがある。だからあれを僕が何も言わんかったら全部正解で言うとは思うんですけど、僕は本気であの見ていただけてるファンの方をうまくしたいっていう思いがあるんで、だからそこはしっかり正しとかないとってことでブログ書いてます。ってことで皆さん、まずは無料で見れるんで、ブログも YouTube 動画だけじゃなくてブログも見てみてください。で、気になったらそこからね、さらに知識を投資ですよ。はい、そこはそうですね。よろしくお願いします。ということで、WGSL チャンネルはチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。皆様お力添えのほどよろしくお願いいたします。あと今夜の動画が良かっても良くなくてもね、いいねだけは押せということで、はい、はい、あと何かな、チャンネル登録、またの人はチャンネル登録していただいて、はい、コメントもまたたくさんお待ちしております。また一人でも多くね、毎日コメントしていただける方が増えることを祈っておりますので、はい、今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝しております。それでは失礼いたします。